アイスは千千葉葉県県立山市にああるる道道号南安房公園線の道の駅である国内最大級の熱帯、亜熱帯動植物園、アロハガーデン立山を併設している。園内は恋人の聖地、暴走の魅力500選に選定されている。国土交通省関東地方整備局が管理しており、敷地面積は約10.7ヘクタールで、 日本の道100線に選定されている、千葉県道257号南安保湖沿線に接した道の駅である。閉鎖浦海岸が目の前に広がるなど、地域観光の各施設、情報発信の場としての役割を担う。国内最大級の熱帯、亜熱帯系動物園、植物園、アロハガーデン建て山を敷地内に併設している。 道の駅として開業する前の南房パラダイスは1970年10月に開園略称は南パラ植物園、動物園、宿泊施設などがあった。開設時は千葉県道路観光公社が所有していたが1976年に千葉県へ移管されて千葉県観光公社に管理運営を委託する形に変わった。 宿泊施設の憩いの村立山は1978年に開業したもので2004年に雇用促進事業団から千葉県が買収している2006年4月からは指定管理者制度を導入し株式会社オーシャンベール立山に管理運営を委任されていたしかし東日本大震災の発生に伴う観光客減で運営が困難となったため 指定管理者としての契約は、期限は2012年3月末までであったが、オーシャンベール立山は、指定管理の事態を申し出て2011年9月からは、千葉県の管理下でのオーシャンベールによる委託運営となった。2012年4月から2014年3月末まで、財団法人公園緑地管理財団による運営委託となった。 2013年12月20日に千葉県は動植物園を柏市の不動産管理会社である株式会社時和光さんに宿泊施設を立山市のホテル運営会社である株式会社小金に2014年4月1日に売却することを決定した株式会社時和光さんが約3500万円で買収した約8.6 ヘクタールの動植物園施設を改装し、アロハガーデン立山として2014年9月13日に、新総会業した。その後、動植物園については、2014年9月13日に、アロハガーデン立山として、宿泊施設については2014年12月6日に、立山温泉地里の風として、それぞれ改装の上、再開業した。また、 約2.4ヘクタールの敷地に立つ3階建て宿泊施設は、小金が約3700万円で買収して改装し、地里の風として2014年12月6日に新総会業した。道の駅施設はいずれも24時間利用可能。情報施設の営業は午前9時30分午後5時となっている。アロハガーデン建山は、 道の駅南房パラダイスに隣接している国内最大級の熱帯、亜熱帯動物園、植物園に施設。南房パラダイスは1970年10月に開園。敷地面積は約10.7ヘクタールで植物園、動物園、宿泊施設等があった。その後、同植物園については アロハガーデン建て山として2014年9月13日に新総会業した。日本のハワイを暴走に、一年中フラを踊れる、ステージを設備し、ヤシに固まれた南国のムードを漂う。連続の温室と大温室、熱帯、亜熱帯植物を展示しており、南国の代表の花ハイビスカス、ブーゲンビレアなど、南国特有の原色の花々を観察できる。 大きな温室の中には、マンゴーやバナナ、スターフルーツ、パパイヤ、ドラゴンフルーツなどの珍しい南国フルーツも木に、自然な姿で鑑賞。また、トロピカルバードには、熱帯地方の小鳥が放し飼いになっている。触れ合い動物広場もあり、大人も子供も楽しめる、動植物園となっている。アロハズ園内には、南国の動物をはじめ、カピバラ、ヤギ、羊。 オウムなどに餌やり、触れ合うことができる。植物園長さ300メートルの連続温室、高さ20メートルの大温室など熱帯、亜熱帯植物の展示をしており、南国の代表の花ハイビスカス、ブーケンビリア等、原色の花を多く展示。フラテラス園内中央に位置し、屋外と室内にフラステージを常設。毎週末と祝日には、 フラダンスやタヒチアンのショーが実施されている。広場には芝生ステージもあり。アロハタワーゲートから続く道の先にある展望施設。90段の螺旋階段を登ると展望台があり、園内を一望できる。レストランショップ平日10時、土日祝9時30分から15時30分営業。ハワイアンフードとトロピカルドリンクを提供。園内は、 恋人の聖地サテライトに指定されており、アロハタワーのふもとには、恋人の聖地モニュメントが飾られている。また、全長300メートルある連続音室にあるハートの、形をした、黄金ガジュマルは、幸運を呼ぶスポットとして知られている。旧名は、南房パラダイスハット ABC、南房パラダイス売却先決定動植物園、時は興山宿泊施設、小金。 千葉日報。南パラの売却先決まる民間の資本投下で、再生防備新聞。南パラ緑地財団が運営へ10月までの7、ヶ月間防備新聞。なお、売却先選定の企画コンペで敗れた、施設近隣のホテル、結婚式上業者の関係者が、選定に不正があった党として、住民監査請求の手段を用い選定のやり直しを求めると、 譲渡を妨害する行動に出ていたが、住民監査請求については、2014年4月16日に、ホテル、結婚式乗業者の関係者の主張が、根拠等がないものとしてすべて否定され、請求棄却の結論となった。中島明隆氏南房パラダイス、千葉のハワイで再出発休憩施設、立山で完成式典。 毎日新聞 AB 中島明隆史。アロハガーデン立山、開園。毎日新聞、アロハガーデン立山立山温泉地里の風、中島明隆史。地里の風、南方パラダイス民間施設に営業スタート。毎日新聞、恋人の聖地プロジェクト、二人のプロポーズにふさわしい、デートスポットを。 もっと幸せになれる NPO 法人地域活性化支援センター -www.seichi.net2019 年2月4日閲覧ありがとうございます